ワートン郡はアメリカ合衆国テキサス州の南東部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は4万1280人であり、2000年の4万1188人から0.2%増加した。郡庁所在地はワートン市であり、同郡で人口最大の都市はエルカンポ市である。郡名はテキサス初期の政治家。 ウィリアム・ハリソン・ワートンとジョン・オースティン・ワートンの兄弟に、ちなんで名付けられた。ワートン軍はその全体で、エルカンポ・ショート試験を構成している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1094平方マイルであり、このうち陸地1090平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.39%である。 軍庁舎前の退役兵記念碑と永遠の非軍保安官ハミルトン B ・ディクソンの記念碑、1880年代に保安官を務め、任務中に待ち伏せで殺された以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1860年代に作成され、アメリカ陸軍が負傷者のために配布した地図は、1860年国勢調査に基づき、 ワートン軍住民の80.9%が奴隷であり、州内の単一の軍としては最高率だったことを示している。一般用途空港であるエルカンポ市民空港は、エルカンポ市の南西、軍内の未編入領域にある。ワートン地域空港もワートン市内最南西部にある。現在計画中のトランステキサスコリダーの TTC-69 路線が軍内を通ることになる。 ありがとうございます。